世界一の人気 MS ゆえに魔改造され続け、コピー品まで作られている機体、レッドフレーム。最新鋭機をボコボコにするジャンク。スナック感覚でコピー作られてる。クリード3を見に行ったら主人公の部屋に飾ってあってビビった。世界人気だと多分ナンバーワンみたいなことをバンダイの人が言ってたがガチだったんだなと。やっぱり刀、人気は強い。外伝作品の MS なのに異常な人気だよな。デザインがナイキのサイバースニカーっぽいスタイリッシュさあるしな。兵器としてはマーズジャケットが一番強そう。ビームシールドあるし。マーズジャケットの元ネタってやっぱこいつなのかね。マーズジャケットは火星人にあげちゃったんだよな。サガラストレイは一本の大きな話用意するより単は完結を何本も用意する方がハマる。デスティニーやストレイ読んで思ったけど変にスケールのでかい話にすると収集つかなくなるよね。ローと VV との開発競争とかガイとネームドの死闘とかそういう小競り合い程度がちょうどいいわ。ローはともかくガイの仕事量とんでもないことになってるよな。ブルー手に入れてから狂ったように戦い続けてる。トダロウ好き。タノロウじゃ。俺を殺すとしたらそれは銃が殺すわけじゃなくて引き金を引くあんただみたいな説法は絶対できないよなって思う。戸田は絵柄で損してるとは思う。あれハマるとケレンに合っていいなってなるんだけどね。もともとアニメじゃ動かせないディティールがコンセプトなのはわかるけど、いくらなんでもここ数年のは情報量多すぎるんではと思う。バルバトスやエアリアルと大差なくね。現状の人気は漫画でもなく立体によるもので、立体ありきである以上立体化でいかに人気を出すかを最優先ってのはおかしな話じゃないと思うの。別に情報量多めの立体のアレンジを今更アニメで出したり漫画で出して反映するわけじゃなし。アンサンブルやメタルビルドでアストレイにバンバン乗って遊べるから立体方面は今本当に天国かもしれん。最強のレッドフレーム。コピー品じゃねえか。レッドドラゴニクスの設定がなかなか頭おかしくて好き。回が時系列最後って言うけど公式さんももう完全にレッドドラゴン系列が最強みたいな売り方してるよね。最強形態がタクティカルアームズ背負ったレッドフレームってのもガンプラ的な都合が強すぎてな。大好きだけどね。同じ装備3つ背負ったドラゴンも大概だろう。多目的ツールおおそ。メタルビルドでいろんなの漏れることになって結果全部のせでとんでもないことになってるレッドフレームを見たな。実はこいつもアストレイ本編でローの回収プランとして出すつもりだったけどボツにしたデザインの再利用と聞いたがマジか。嘘でしょ。そいつの初期案とか下半身ライオンみたいになってたりしたぞ。絵に乗って空飛ぶのと思えばだいぶおとなしくない？強化形態の中ではなんだかんだでパワードレッドが一番かっこいいと思う。本編での活躍も印象深いし。レッドじゃないけどこれ本編の強化プランじゃないんだって思ったやつ。作品間を変にまたいだ技術とかも使われてもないしなこいつ。フルエコンなんてのもあったなと。そういえば X はストレイなんてあったな。 D でドレッドノートの新型パックが出た後、フェードアウトした記憶はあるけど。ロードはストレイいいよね。大県を分割できたり蛇腹県にできたり、ガシガシ遊べるのはストレイらしくて良いよね。スノレッドフレームは当時からずっと好き。シンプルで色使いもいい。 PG のアストレイは未だに傑作だと思う。中身ストライクすぎてめっちゃがっかりした記憶だって。ストライクとのフレーム共有がテーマだったし、アーベラストレートのほぼ実際の日本刀を模した作りがいいんだ。これが刃文をメッキで再現したり、目釘まで打ってあったり。何にもついてない状態がベスト。ギリ許せるのはフライトユニットまで。刀まではセーフというか、なんなら刀ついて完品では。何もつけてない状態も好きだけど、フライトユニット装備がほどほどに派手で一番好き。どうして150ガーベラ折ったんですか？150ガーベラだとでかすぎておもちゃで再現できないからね。はぬいてローエングリーンランチャーにしたぜ。でもぶっちゃけ立体化するとはなくても扱いには困るサイズだぜっていう。みんな大好き日本刀と赤がメインカラーというのがいいんかね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。